美味しい？うまいね。塩かける？塩。名古屋市内に住むゆきさん、夫と小学1年の長女小春ちゃん、4歳の長男冬くんと4人で暮らしていますが、子供を預ける学童の壁に直面していました。学童に預けて働いた方が正直楽という部分もあって、でも預けられない、空きがないっていう状況だったので、本当にもう辞めるしか道はないなってなって、愛知県内にある航空会社で正社員として働いていたゆきさん、残業も多かったため小春ちゃんの小学校進学を機にパート勤務に切り替えましたが、夏休みの期間は学童が必要だったといいます。今はトワイライトに預けてるんですけど、夏休みの期間は9時からしか預けられないので、9時ってなるとそこから預けて空港に行くと来る意味あるっていう業務時間になっちゃうので、早く預けれる学童が必要でした。名古屋市には放課後などに小学校で子どもを預かるトワイライトスクールがありますが、夏休みに預けられる時間が短いため学童を探したといいます。しかし見学も断られてしまったので、定員がいっぱいっていうことで空きもない状況でした。見学すらもできず受け入れを断られました。小1の壁の噂は聞いてましたけど、本当に保育園がありがたかったんだなっていうのをすごくひしひしと感じましたし、子供が小学校に進学することで仕事と子育ての両立が難しくなる、いわゆる小一の壁。早朝や夜も預かってくれる保育園と異なり、小学生は学校にいる時間が短いため共働き世帯などに立ちはだかっている問題です。学童に入れないことも小一の壁の大きな要因で、この問題は夏休みにさらに深刻になっていました。名古屋市港区の中川学童保育所、周辺の4つの小学校の児童を受け入れている民間の学童です。おはようございます。おはよう、元気だね。おはよう。おはよう。この日は夏休み初日、多くの子どもたちが朝早くからやってきます。もしもしか、だるまさんが転んだ。この日は45人もの子どもが集まり、夏休みの宿題にも取り組みながらしっかりと遊びを楽しんでいました。学童どうですか？楽しいですか？うん、楽しい。どういうとこが楽しい？全部楽しいっす。まあサッカーとか広いところでできる。学童楽しいです。みんなと遊べたりするところで。夏休みだとこのぐらい子どもたちはすぐ集まるもんなんですか？そうですね、やはり保護者の皆さん働いてますからね。トワイライトスクールは9時からしか預かってもらえないですよね。なのでどうしても学童のニーズってのは高いんですね。市が助成金を出している民間の学童は平均で月に1万4000円の利用料がかかりますが、預かり時間は午前8時から午後7時。市が小学校で運営する無料のトワイライトスクールなどと比べ、預かり時間は朝も夜も1時間ほど長くなっていて、夏休みの期間に預けたいという保護者が増えるといいますが、ここの中川学童保育所を見てみても、やはり残念ながら預けたいと思う
ご家庭を受けることができていない状況になっています。他のところでも同じような状況がありますね。名古屋市内のほとんどの学童が新たに児童を受け入れられない状態だといいます。やはり受け入れのキャパですね。それぞれのここの学童でも定員があるので児童一人当たりのスペースというのは決まっているので、それ以上受け入れられないということがあるので、そこが一番ですね。施設の広さや資金面の問題で定員を増やすことが難しいといいますが、問題はそれだけではありませんでした。足りないものとか必要なものっていうのはあるんですか？とりあえずやっぱりスタッフですよね。はい、見ていただいても分かりますように、女性指導もね、朝からずっとこの7時まで勤務するというようなことになってますよね。本当はそれではいけないですよね。実働7時間とかね、そんな風に勤務してもらえるのが一番いいんですけれど、なかなかそこに変わって入る人がいないっていうところが今大変困っています。学童に通う児童は去年全国でおよそ140万人と過去最多になり、共働き世帯の増加に伴いこの20年で3倍以上に増加。一見受け入れ数が増えているように見えますが、待機児童の数は1万5000人を超え、需要の増加に追いついていない現状がありました。仕事も余裕を持っていけるのですごい助かりました。本当にね、りょうたろうも大好きだもんね、学童。はい、ご飯はどうだった？カレー。カレーだった、くっつうまい。雑誌が8時か8時半で、妻の方が9時ぐらいから始まるので、通勤時間考えるともうこの朝8時ちょっと前にから受けていただけるので、もうなんとか働けてる感じです。なかったらちょっともうそこそどちらかが仕事をガラッと変えて一人がもう専業で見ていくか、パートとかをやるしかちょっと手がないので。学童の見学会にすら参加できなかったゆきさん、夏休みを乗り切れるか不安でしたが、その初日、仕事終わりに向かった先は学童でした。預け先が確保できたことで仕事が変わらずに今同じように暮らしが続けられているのは本当に安心だなと思ってます。自宅から遠い別の区の学童で偶然空きが見つかり、なんとか夏休みの初日を迎えることができました。はい、楽しかった。何が楽しかったの？ちょっと立ったら外に行ってお散歩したかった。少子化対策っていろいろ話ありますけど、実際に産むときにちょっとお金があればいいっていうことではなく、成長するタイミングでライフステージが変わっていくので、そこに寄り添った制度であったりじゃないと必ず何かこちらが変化をしていかないといけないっていう状況だと思うので、社会がもっと柔軟に子を持ち働く親にも対応してくれる社会だといいなと思います。働きながらしっかりと子供を育てたい。時代の変化に対応した制度づくりが求められています。